はい、どうもメレです。前回は軒口に待つもの、引き口に待つものをやっていきまして、ソハヤ衆の話がねちょっと出たんですけど、今回は死産氷河ということで、この前が金ヶ崎だったので、まあ今度は何だろう、姉川かな、やっていきましょう。藤吉郎、信長様は立て直した軍勢を率いてすでに近江に向かわれた。浅井朝倉と雌雄を決するおつもりだ。近江と越前を合わせた兵となると侮れぬ大軍だが、信長様も援軍に徳川勢を呼び寄せたらしい。徳川家康殿は尾張の東にある三河の大名でな、信長様にとっては信頼できる盟友だ。こいつはでっかい戦になるぞ。よし、俺たちも陣に加わろう、秀吉。ということで、やっていきましょう。姉川、やっぱ姉川か。織田信長は徳川家康と共に姉川を挟んで浅井朝倉の連合軍と対峙、かつての清流を血で染め上げんとしていた。うん、なるほど。もう血に染まってるもんね、今この絵が。姉川を浅井朝倉の血で染めよ。来ました、姉川。拝む。いやー、例の多分さっきの人はなんか兄弟、ちょっと詳しい詳細忘れたんだけど、兄弟で太郎たち、次郎たちっていう太刀を、大太刀をね使ったっていう、振るって戦ったって言われる多分人なんだろうけど、あやかしがりついでに一緒に行ってあげる。マジでムムヨさん来てくれんの、やったー。今回はまああんまり能力値で振ってないので攻撃力はあんまり出ないかもしれないんですけど、刀と斧、これハンマーみたいになってるけど、でやっていきたいと思います。この大筒めっちゃ綺麗じゃない、この青色っていうかエメラルドグリーンみたいな。おわっと、ほい、オッケー。いや、ムミョさんが来てくれるんだったらもう百人力どころじゃない。刀は使いやすいからね。えなんか久しぶりにやっぱいろんな武器使いたく、うわどうしたの、いろんな武器ね使いたくなるから、これからもちょこちょこいろんな武器をね使っていきたいんですけど、結構広いねステージが。バレるやろこれ。来た、2対2。お、来た、追い打ち、ほい、こっちを相手するか、ほいほい。うわ、ばっか、なんでやねん。やめって、なんでこっち来たの、ちょっと。よし、なんでこっち来たのさ、ちょっと。やめてよ、ほい。
オッケー、ナイスミミオさん。じゃスキルも全然使ってないからね、刀。じゃあ使っていこう。中段と結構この下段がね結構強いっていうか使いやすいんだけど、まあでもやっぱ上段の構えが結構好きなんだよな。難しいんだけど、まあちょっと下段、この飛天なんだっけ、飛天剣みたいな使っていこう。ほい、オッケー、ほい、落ちそう。ほら、ほら、これかっこいいよね。うん。これ下多分死んじゃうね。奥にさ、あれカッパだよね。カッパじゃないあれ。奥にいるの。スキルバンバン取っていこう。最初だから。なにこれ。かっこいい。背後に回る。暗影剣。あ、こういうの好き。取っていこう。さあ、まあ、じゃあこっちってことだよね、道順は。こだまちゃんをできればね、全部取っておきたい。すごい、ちょっとワクワクするね、このなんか、城を攻めに行ってますみたいな。攻略してますみたいな感じがして。ん？なんかすねこすりの声。行った。ちょっと待って。いないね、敵。よっしゃあ、3人パーティーだ。おっ、よし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 。おっ、スースリー楽しい、いいことありそう。スネコスリの声まで分かるようになった。最高。ほら、飛天剣。ほら。え、腕か。ほい。オーケー。なんか今飛んできたな。え、結構道がありますね。常闇？マジで？え、どっち行きゃいいんですかね、これは。どっち行きゃいいんだ？スネゴセイさん、かわいい。同行時間結構伸ばしてるから、最初らへんよりはだいぶ、スネゴリスリちゃんが来てくれるようになったけど。おお、大立ちさん？大立ちだ。うお、びっくりした。やばいやばいやばい。元気、よし、追い打ち、痛い痛い痛い、後ろ、ほら、飛天剣。ちょっと一旦後ろから鉄砲撃ってきてるな。こっちまで来てが、オッケー、あぶね。守護霊変えてるんだった、あいつか。ほい、あ、やべ、ほい、オッケー、開けよう。うわ、びっくりした、無事な。なんだ、あ、ちょっと待って、これか、かしずく。オッケー。ふざけてないで、さっさと行って。いや、ふざけてないんだよ、ムーミョさん。おー、無事なの、玉城。聞け、面白い身振り、たっぷり見せてくれた。言葉が分かるようになってきた。そして、帰っちゃったな。ほら、飛天剣。いいね。いや、使いやすいね、刀。全然振ってないんだけどね。その刀の攻撃力が上がるステータスには。お？ほい。調べる。回復。こうして大丈夫かな。ほい。おう、無傷。あっちから行こっか、じゃあ。常闇。常闇の方から。何がいるんだ？お、出たよ、常闇。調べる。浅いの者ども、あやかしに頼るまでになり下がったか。いやーね、あやかしの軍勢やばかったよね、ムービー。ちょっと待って、ムービーさん、あ、お願いします。ほい、よし、危ねえ。飛天剣、あれ、飛天剣、オーケー、ナイス、ムミオさん。ムミオさんが強い。そしてスキルがまた触れる。
これだろう。早い攻撃、強い攻撃に続けて四角。これか。え？うん、びっくりした。塗り壁かと思った。何もないね。海野さんがさ、こう、障害物をもうひたすらこう壊していくからちょっとびっくりするんだよね。何もない。あれもないしね。小玉ちゃんもいないしね。うん、何もないね。オッケー。ショートカットが開いたって感じか。まあ、とりあえず、じゃあ、ここの床闇を攻略しますか。攻略しましょう。ムミオさんがいるから。いたね。こちら。ほい。ガードされた。ほい。威力低い。ほい。ヘッドショット当たらないとやっぱダメか。バレたぞ。骸骨。おっと、上にいるのか。痛いです。ほい。痛いです。ほい。オッケー。よし。メミオさんを。助けないと。飛天剣。やべ。あっぶねー。飛天剣。ほい。もう一回。おい。追い打ち。オッケー。いや、ムミオさんが強え、マジで。飛天剣で合ってる名前。あ、飛天剣だ。オッケー。よし。ガキ。お、バレた。中断にして。痛いよ。こいつ。回復。ナイス、ミミオさん。オッケー。強いね。玉城。ひもじくてたまらねえ。お前、助けてくれるのか？ガキの声まだ分かるようになっちゃったよ。どんどん妖怪の声が分かるようになってきたな。ランクでどんどん、こう、上級妖怪は後からなのかな。あれ、常闇抜けたんですけど。あれ？誰、常闇の主？え？こっちか、じゃあ。あれ、抜けたよ。え？これはちょっと後から回っていくのかな、もしかして。とりあえず、じゃあこっち行こうか。あれ、こっち一緒で、一度、こっち来たんだよね。こっちから来たんだよね。オッケー。ゴダマちゃんの反応がありますよ、レーダーに。ここだな。いや、1体目って言った方がいいかな。とりあえずじゃあ下降りていく。大きい骸骨がいる。でこういうのはね、ちょっと壊していきたくなる派なので、壊しながら。ここちょっと危なくない？朽ち方なぜかが結構あるよ。この橋の壊れ方、やつらの力が増してる。なるほど、妖怪の力が増してるってこと。これ下を、下道あるな。あ、行けんのかな、下。わからん。おっと、ふい。オッケー、落ちた。よし、いいよ。点検。俺も落ちる。追試。いや、ムミオさん、ちょっと不甲斐なくてすいませんね。落ちちゃってる。え、こっちだよね。復活してんのかな。してるな、敵。まあ、こっちから取った方が早いんだよね、きっと。あ、上の道あったんだ。なるほど。じゃあまた攻略しましょう、とこやみにちゃんと。ほい。早打ちガンマンでいくよ。あれ、いないね。あれ、どこだったっけ。あ、いた。そこ。あ、ちょ、木が邪魔だな。木が邪魔。バレた。だがしかし、歩きながら、ふい。オッケー。で、鬼に気づかせて。あ、ガーキも気づいた。やばいね。音量器。あ、これ便利。
妖怪がたくさんいるとき便利。やだ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 。ふい。オッケー。いや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 。ミミオさん、助けて。助けて、回復。ほら、いや、あ、音量キー。よし、倒さ。撫でるように倒す。音量キー。危ねえ、ありがとう、ミミオさん。マジで危なかった、今。あれ？でもこっち行ってないね。あ、なるほど。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、延期じゃないの？怪しいのは。周り敵いる？いないね。延期だね。よし、延期やろう。こいつだわ。絶対こいつ。ふい。角折りたいね。ふい。オッケー。角。もらった。ナイス。延期の玉城。オッケー。よかった。あっけない。ちょっと物足りないわね。やりますね。アザイ、マサ、ユキ、かな。ほい。あ、危ない。あ、刀はこの剣気っていう、気を放つ技が結構強い。ほい。気力がね、削れるから相手も。飛天剣。オッケー。アザイのために死ぬこと、史上の喜びよ。モンオフですね。よし、宝箱。ふぅ。おー、結構いろいろ出た。陰陽師のなんか鎧が。あ、こだまちゃん反応ある。緑、あったあったあった。おかえり。2匹目。いや、よかった。なんかすっきりした。道あったんだね。死んでよかったかもしんない、逆に。さっきこれ敵にバレないようにいけるな。あ、バレた。バレた。あ、どんどんバレる。どんどんバレる。いった。やばい、ムミオさんがやばい。助けないと。ふい。痛い。やばいやばい、回復。ムミオさんがやられてしまった。あなたも役に立つ。あ、復活した、勝手に。あ、勝手に復活するんだ。よし。じゃあ、リベンジしましょう。橋にね。橋に行こう。シュコレがいる、あそこに。私の。ほい。こっちまで来てもらった方がいいもんな。はい。はい。うわ、小型。ほい。いたいたいた。うまくいかなかった。元気。こういう時便利ね、これ。危ない危ない危ない。うわー、もう強い。無理無理、スタミナが足りん。やべえ、ムーミョンさんに怒られるわ、これ。いやー、あのでかい怪物強いんだよな、結構。ちょっと斧に頼っていいか。斧に頼ろう。あ、いいこともついた。大筒。ほい。強っ。来た、大型。ふん。6000。いや、いや、もうこんだけ削ればもうこっちのもんよ。ほい。オッケー。元気。スタミナ削って、オッケー、スムーズ。お、この先は決して通さぬ。なんか強い意志を持った侍さんが。これ下道じゃないの、これ。どうなの。あ、でもアイテムあるや。やっぱ落ちれるのか、下。どうやって行くんだ。え、全然わかんない。てか、ムミオさんどこ行った。ムミオさん、ムミオさん。あ、来た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 。
やっぱ刀かっこいいね。うん、最近斧とかさ、こうごっついのしか使ってなかったから、すごいかっこいい。下行けるんだろうな、どうやって行くんだろうな。とりあえず置いとく。あ、こっから行けるっぽいな。とりあえず調べる。こう戻ってこれんのかなこれ。落ちて、とりあえず行ってみる。下、ほい。かっこいいな刀。とりあえず楽器やるか。オッケー、調べる。お、大丈夫ですか、ユミノさん。元気。やばい、落とされる落とされる。元気。やばいやばいやばい。音量機、逆に落ちろ、逆に逆に落ちろ。ほい、オッケー。怖い、今回結構落下して死んじゃうの多いかもな。下ないよね、なんも。あ、戻れるね、よかった。怖えっていうか、もう血に染まってるよ完全に、姉川。よし、怖い怖い怖い。足場が不安定で、もほんとこう砦で攻めてる感が楽しいね。ミミヤさん、あ、こっちも道ある。なんかある、なんも。あ、小箱。泉の神金沙田2頭使いたいな。私は裏から回り込む。え、あなたは先に行って。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。何も話してくんない。え、お別れ、悲しい。付け替え、あんま変わってないね。 OK、 開く。反対側からでないと開かない。ムミオさん終わり、悲しい。ちょっとちょっといろいろ取っていこう。何これ、サヤによる攻撃、ヒルマスターとヒルマス。じゃあ上段取っとこうか、念のため。あ、こんなあったっけ、乱人剣。いやいいね、いやい取ろうかな。サヤヨシグレ、トラバシリ、かっこいいなこれ。回り込みながら、かっこいい。ツバメ返し、ツバメ返しいいね。とりあえず行きましょう。お、アイテム、行きましょうか。もうお別れか、ムミオさん、寂しい。上登れるな、まあ、とりあえずやろう。てか、ん、あれできてるな、見回りしてるのか。なるほどなるほど、ちょっとバレないように行ってみよう、できれば。結構広い、いいね。落ちちゃったよ、バレたよ、めちゃくちゃバレた、やばい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 。ちょっとね、ちょっと待って。ああ、もうめちゃくちゃ4人ぐらいだよ。クソ、一体一体、やばい、一体一体ところじゃない。いや、やる、ほい、オッケー。え、これかっこいい、この刀。なんか紫っぽい。あれ、なんか普通になくなったんだけど、まあ、上から攻めるか、こういう時は。すごいね、この砦の作り。児玉ちゃん、ん、なんか中で壊して落としたよ、もう何かを。いるのか。え、なんか素振り、素振りしてる、なんか素振りしてる。あれは反対側から行くんだな、あの宝箱っていうか小箱は。あ、とりあえず外を見て、あっちに行ける。とりあえずこう中の侍をやりますか。なんか素振りしてるんだよね、さっきから音がするんだよね。
これスタイルよね。よし、オッケー、音量機、やばいやばいやばい、いや、いろいろやばい、いろいろやばい、いろいろやばいよ。回復、元気、再攻撃、いや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 、やばいやばいやばい、元気、吹っ飛ばして、もう一回、吹っ飛ばして、オッケーオッケーオッケー、あれやばい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 、回復、痛い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 、ふい、やばいやばいやばい、回復、回復、元気、よし倒せ、うん、再攻撃、おら、オッケー、あー激戦だった。え？あの王たち使い近づけない。あー、あのムービーに出した人のことかな、多分。最後にオープニングのムービーっていうか始まりの、おっとなんかいる、遠藤、遠藤さん。なんか聞いたことあるよ。やべやべ、あ、危ない、やばいやばいやばい、音量機、回復、回復ないじゃん、あ、ずるい、俺も回復セラ使って、いたいたい、危ねえ、いや、やばいやばいやばい、スーパーアーマーだ、スーパーアーマーだ、ちょっと待って、上属性不要、やめて、どんどんパワーアップする、ほい、元気、もう一回元気、うわあ、スーパーアーマーはずるい、畜生、悔しいな。とりあえずお前じゃホラガイは吹かせん、オッケー、よし、暗殺ミッション、そして、うわーやべえ落ちちゃった、暗殺できてねえ、危ねえ、元気、それよくない、ほい、いけた、押して、もう一回元気、削って、踏み打ち、あ、失敗、一回落ち着いて、一回落ち着いて、ほいほい、やばい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 よ、一回離れて、一回離れよ、一回離れよ、あぶ、槍のリーチが、槍のリーチにやられてしまった。そう、斧の力を借りますか、いつもの、やばいやばい、刺せるか、オーケー、今鍛冶屋のハンマーみたいなやつなんだけど、斧っていうか、ほい、完璧だ、あー完璧だ、あー最高、まあ斧に攻撃力をね、斧のステータスが分かるやつに振ってるからっていうのあるんだけど、使いやすい、慣れた武器が使いやすい、よし、リベンジ、あ、この気力の削り方よ、やっぱ強い、この人、やっぱ強い、 HP 高いもん、ほい、終わりじゃい、 OK、 リベンジ成功で、刀に戻して、これ上からも道あったからね、ちょっと上から攻めよう、かっこいいよね、こう刀のさ、走ってる時の構え、あ、とこやみー、とこやみー、バイバイ、まあ、待って待って、びっくりした、なんか、まあ、ね、怖っ、飛んでくる、いて、怖い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 、待って待って、怖すぎる怖すぎる怖すぎる、やばいやばいやばい、怖え、マジで怖かった今、戦ってるでしょ、とりあえず開けよう、オッケーオッケー、ショートカット開いてしまえば結構、怖っ、はあ、やばい、めっちゃ怖かった、
怖すぎでしょ。なんかすっげえジャンプしてたもん。さあ帰ってきた。怖い、なんせ怖い。ガードあいつ、あいつ、出て出て出て、種子島にして、あやべないね、弓に変えよう。いや怖すぎるマジで。ほい、こっちにもいたな、あいつか。ほい、やべ、ほい、痛い、ごめん、マジごめん、あぶね、痛い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 、回復、やべ、よし、削って、いいよ、本領機、やべ、あぶね、届かなかった。痛い、元気、ガード、元気、元気、スタミナ削って元気で、いいよいいよいいよ、やべ、あーぶねえ、ガード間に合った、回復、ほいほい、オーケー、霊石のことか、あの石もっともっとって。怖い、マジで怖い。おお、なんだい、なんというありさまじゃ。あなたの力も少しずつ強くなっておる。ポーズ決めよう。さっきの深き闇も霊石の影響じゃろう。用心せねばの、まあ、霊石の影響で、まあ、霊石を使ってまあ、妖怪化してでも、アザイの家を守ろうみたいな、そういう意志が感じられるってことかな。よし。いや、あいつ怖すぎるよ、ちょっと。あの妖怪。何してんの？これは。やっていいんだよね。ほい。ほい。ろくろね。なるほど。とりあえずお前は倒す。おへい。ダービー、ろくろは。やばい。いっといたいたいた。いた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 。ナチュラルに攻撃してくんの。やめてほしい。やばい、それは。やばい。ろくろのつかみ攻撃はやばい。ケンケン、オーケー、オーケー。はあ、上行かないといけないのか。上行ってこっち行って外かな。あ、でも結局、あ、いや、あ、こういうことだね。ここでさっきの扉がまた開いて、アイテム、画材の家紋が書いてあるけど、おーっといた、アザイ・マサスミ、なんだ、みんななんかドーピングしてくる。いや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 、テオノ？テオノか。あぶね、本領機強いな、やばいよ、強いよ、痛い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 、回復、痛いよ、痛い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 、ふっ、よし、このいやいやいや、やばい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 、本領機、本領機、頼む頼む頼む、ナイス本領機、ほらほら、あぶね、ああ、強い強い、みんな強い、力
刀塚が強いみんな。ん？ああ、なるほど。こう繋がってたんだね。上行きましょう。とりあえず上から攻めよう。これめっちゃ、この刀クソかっこいい。よし。いないよな、周り。いやー、か、戦略がない。ほい。もう一回、もう一回。そして、こいつ。いや、松明投げるのやめなさい、松明。うわ、落ちちゃった。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。ちょっと待って、ちょっと待って。ダメ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 。やって待って待って、やりやめてマジで。うわ、こっと待って。出れない出れない出れない。ちょっとちょっと待って、マジでやめて。回復するやつ、あ、やばい。あー、うまい。あの武士やりおるな。ふう、いますね。何してんのあれ。行くぞ。はい、オッケー。こいつうまい。この槍うまい。やばい、スタミナがない。うまい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 。オッケー。あの槍使いやばいわ、強敵。宝箱なんかの声は聞こえてる。何の声だ、怖っ。はい、上、ああ、オッケーオッケー。あ、こっちもある道。なんかもやもやってる。とりあえず上行って、でこっち行ってない。こっちなんかもう次のブロックって感じだな。じゃあもう先にあのモヤモヤからやっといた方がいいか。落ち、降りて、スネコセルの声がする。どこだろう、調べる。ウェイ、鬼か。鬼はまずいな。はい、ダメだ、全然ダメ。起点剣、オッケー。もう一回起点剣、オッケー。ほらが離れて。怖い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 、これ怖い。逃げて、ほい。ほんと武器変わるだけで違うゲームみたいになるから面白いな。いや、痛い。 OK、 なんもないの。あ、宝箱、よし。こっち行く前に、え、とりあえず行っとく、とりあえず行っとくか。ほい、回復しとこう。あ、いや、だいぶ続いてるよ、まだ。近場から、手前からやっていこう、ちゃんと。とりあえずこいつだな。うわ、待って、なんか走ってきた。こいつ、敵感知能力がやばい。オーケー。元気。オーケー。とりあえずこっからか。なんだろうな、このモヤモヤ。周りいないよね、敵。そこをまず確認。大丈夫だな。うわ、もう怖いんだよね、この人。見つめやつらだったっけ。超属性付与して。ほい、オッケー。気力削りやすくないか。
超属性やるのでは。危ない。はい、なんかこっちのスタミナの回復量も早くなってんのかな。いって、やばい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 、かくかくかく、ひいや、痛いです痛いです。回復、いけ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 、いった、音量機頼め、ナイス。おお、また玉城よーし。宝箱、宝箱1個あるな。なんか美味しい気持ちになる。児玉ちゃんの反応があるんだけど、いないよね。上ってこと？こっち？でも上行けるのかな？あ、なんか行けそうだね。よし、じゃあ、行きましょうか。さっきの、あぶね、こっち側。なんかぬるかぶな声しなかった。気のせいか。よーし、行くぞ。行って、落ちちゃったよ。すねこすりの声。行ったー、やったー、すねこすり。よし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 。いや、かわいいの、ほんと。なんか、でかい反応が。なんだお主。りりしい顔立ちやな。はい。ここを通る。あっ、マガラさんや。マガラさんだ、太郎たち、次郎たち。確か。痛いです。お兄さん、どっち、弟、痛い。いや、やばい、ちょうだい。一回離れよう。ね、端正な顔してると思ったら。厳しい顔してらっしゃると思ったら、名前の有名な方だった。入れててててて、ほら、飛天剣、ナイス。すねこすりちゃん通らせてもらう、この先を。痛いです。あ、マジ強いな。やべやばい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 、とんでもないことになってしまった。やばいやばい、すげえ数いる。お、一番やりお前か。さあ、お前か次は。お、お主か。やばい、元気、範囲攻撃で追い打ち。やばいやばい、音量機。いや、多い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 。いや、いろいろ失ってしまってる今。マガラさん、なるほど、上にもいるのか。避けて避けて、ほい。マガラさんと一騎打ちさせてくれ。すまんな、ほい。一騎打ちとか言って、さっき思いっきりすねこすりちゃんと戦ったけど。よし、一騎打ちだ、マガラさん。ここを通る。いった、回復。いって、やばい、強いぞ。ほい、やばい、間に合う。やべ、回復。ほらほら、よし、おぼろ。あれ、あ、もう一回三四角押さないといけないのか。お、終わり。あれ、あらららら、はい。いてててて、成功させたいな、カウント。きた、あはカウント見切りはするんだけど、追加入力を忘れてしまう。はい、
はい。あらー、忘れるな、追加入力。オッケー、決まった。ここまでか。何をしようと、戦の行方は変わらぬぞ。マカラさん、あれ、スネコスニちゃん、あ、こうか。よし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 、オッケー。マメラ、ウジナオ、やり使いか。ほい、難しいな、カウンター。よし、安根小生ちゃんがめっちゃ気力を削ってくれる。で、小玉ちゃんがいる。3人目、3体目。調べる。ふぅ、宝箱ある。とりあえずじゃあこっちでしょ。うわ、なんかまた大太刀使いがいる。あれ、これマガラさんじゃない？お兄さんか弟じゃない？あ、待て、フニャ疲れた、またね、だって。あ、違うのか。普通に家臣だった。大太刀使いの人が多いんだね。で、死にかけてんじゃん、危ねえ。こっちか。開く。こんな感じかな。こたまちゃんの反応があるんだけど、どこか。あー、いたいたいた。おかえり。そしてこっち、宝箱がねあるのが気になるから、どっから行くのかな。どっから行くの。ここ開けていいのかな。で、ボス反応ないから大丈夫でしょ。オープン。で、ここもまだ大丈夫そう。あー、なんか分かってきた。多分脇道がさ、右の方にあったから、開けていいよね、これ。右の方に脇道が、これちょっと行きたくないな。なんか結構強い人が出てくるかも。しんない。こっちか。ちょっと脇道行ってみようか。こっちは、あ、こっから上がるんだね。こっから上がって、おー、びっくりした。何、戯れてる、砂間ちゃんと。はい、言葉、そろそろ言葉わかんのかな。挨拶。あ、まだわかんないんだ。何あげよっかな。とりあえずじゃあ武器、なんか紫の武器、じゃあ閃光あげよう。はい、素振りしとこう。お、喜んでくれたっぽいね。お、刀じゃない？ちょうど今使ってるから刀。かっこいいね、赤、赤黒で。スキルを習得、凡妙スキル。まあ、とりあえずなんか適当に後で振っとこう。アイテム、アイテムがすげえある、このステージ。
宝箱。オープン。お、また刀。あ、なんかさらに入点入った。友成。まあでも、揃え効果がこれ出るから、今装備、防具っていうか、鎧と合わせて、こっちの方がいいかな。正面ちょっと怖かったから、ちょっと一回こっちの鬼もいないよね。ちょっとこっちから行ってみようか。失礼します。やべ。 OK。 酒井久蔵予防お願いします。お、なぎなたがまつかいだ。かっこいい。え、かっこいい。こっち来てよかった。酒井さんに出会えた。じゃあ行きましょう。酒井さん、ちょっとこの刀見ていい？どんな見た目か。すーげー闘神してるね。ニョロニョロしてる。竜、まあ、多分竜だよね、きっと。竜をかたどってるんだ。酒井さんがいれば負けないよ、きっと。負ける気がしない。あ、この人じゃない？さっきマガラさんのどっちか。いや、でしょう、きっと。名乗んないけど。マジか。あ、マガラ直澄さん。強い。一発の火力よ。そして、こっからだし、多分、酒井さんを呼べるおちょこないんじゃないの、これ。失礼します。OK。 綺麗に決まったな。まあ、足りねえ。呼びてー。全然戦ってないもん、まだ。ちょっと呼ぼうかな。仕方なずか、ちょっと見かけたら倒して、おちょこ集めようかな。はい。痛い。仕方なずか。あったぞ。え、なんかすっげえ大太刀持ってんだけど。よし、来たー。なんかカウンター1の頃に比べたらおとなしくなった気がする、性能が。はい、オッケー。おちょこに行こう。マジか。にゃん。おわ、二刀。OK。 よし、これでおちょこが揃ったので、酒井さんが呼べるんじゃないかな。酒井さん、お願いします。イエーイ、呼べた。お願いします。戦略ないよ。よっしゃ、酒井さん、マガラさん再戦。
行きましょう。めっちゃ強いからな。強い強い強い。ほい。ナイス。高橋さん強い。上、それは強い。オーケー、オーケー。え、直隆さん倒したけどさっき。オープン。結構先長いんだ。あ、ヤシイロ。オガメ。お、こだまちゃん帰りなさーい。こっちは、え、こわ、怖い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 。あ、でもいけそうだな。降りよう。いや、酒井さんがいればね。バレた。骸骨兵は、いっと、あ、いたいたいた。いや、あのさ、オーディスの連射速度早すぎない？ちょっとマジで。はいはい、矢がなくなってしまったか。うわー、ここ足場がさ悪すぎるよね。先手必勝。バイ、お、え、落ちてた。鬼が落ちていく姿初めて見た。あんな感じで、あーみたいな感じで。何この声、怖っ。バレた、なんかにバレた。いた、生ハゲだ。酒井さん大丈夫ですか。落ちるなこれ。ちょっと待って、元気、本領気。オーケー、オーケー。しかし冷えるとは思ったが、まさか凍っておるとは。いやね、戦場に季節外れの雪、たやすくと。あ、待って、言葉が終わっちゃったんだけど。アイテム取ったら終わっちゃったよ。そうね、季節外れの雪、まあおそらく何かしらの力が影響しているはずだから開かない。あれ、これ徳川のさ紋章じゃないのかな、これ。徳川軍の、じゃあここ陣地だったってことだよね。凍ってるもん。うわ、いた、怖いんだよねこの人。見つめやすら、ガードが元気、気力削って。痛い、音量気。 OKOKOK、 回復。こっち行ってみよう。なんか、あ、セバさ、下カッパいたよね。降りてみようかな。はい、います、カッパ。はい、届かねー。今なんか行きたくない、他の敵に合いそうじゃない。うわー、もったいない。カッパ倒せば装備がねたくさん出るんだけど、アイテム、お、こだまちゃんだ。落ちちゃったな、カッパちゃん。いや、敵がいそうだな。いった、びっくりした。
たい。オッケー。これはなんていうのこれ、ゆ、なんか見たことはあるんだけど、なんていうんだろう。いや、ボコボコ。お許しを。ツバメ返しも取りたいけど、軽装だとめっちゃ後ろまで下がれるんだ。竜影剣、これかっこいいな。まあ、とりあえず居合取ろう。よし、危ない、落ちるで終わったよ。じゃあ上に戻りましょう。いや、酒井さんが強い。でも酒井さんも帰っちゃうな。これはどういう温泉だよね。温泉ん、塗り壁。あ、これ塗り壁の後ろだ。札を剥がす。ペリ。あ、バレた。ちょっと待って。酒井さん行く。じゃあ助けでしかない。行った。3人組か。ほい。オーケー。酒井さん、やりましょう。よし、我が飛剣。おお、やる。我が飛剣。いやい。よし。OK。あー、酒井さんバイバイ。温泉、いや寒いからね。ふう、あとこれ湯ざめすご、お、うすら寒い10兵衛、おちょこが足りなくて呼べない。呼びたい。絶対面白いもんね。名前からして面白そうだもんね。あ、これやばいか。常闇か。で、角折って。元気。元気。やばいやばい。音量器。頼め、音量器。いや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 。鬼火がやらしいな。こいつからやろう。オッケー。ボイケイ。やばいな。回復。よし、気力削って。行くぞ。いやい。あ、ひるまされた。オッケー。常闇かな。常闇だ。これ壊せばいいんじゃない。ほいほい。あー、オッケーオッケーオッケー。これ多分さっきの開かなかったとはかな。オープン。あ、そうだね。で、こだまちゃんの反応があるな。上、あ、すねこすりの声がする。いました、すねこすり。ちょっと後で慣れだよ。とりあえず開けて、お、守護大名セット。これ道がすごいね。よし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 。いや、嬉しいよ、すねこすりちゃんたくさん会えて。こっちも道、このここか、こだまちゃんがいるところは。アイテム、ここに、いたいたいた、出た。おお、やった。このミッションのこだまを全て導きました。っていうことはもうすぐミッション。え、待って、スネコスリ2体いる。
嘘わ、スネコスリー2体ついてくる。かわいすぎるだろこれ、かわいすぎるよ。なんだこれ、あこっちか道、かわいすぎるよ。なにこれ、2体いけるんだ、最高じゃん、超いいじゃん、最高すぎる。あもうこれボスじゃないですか、行きましょう。スネコスリー、半蔵殿、ここはそれがしに任せ。殿、承知。マガラさん、あれ鬼に落ちた、マガラさんが。いやスネコスリーこっち2体いるからね、負けませんよ。オーケー、痛い痛い痛い負けた。掴み攻撃早いな、めっちゃすごい勢いで掴んでくる。よし、いやダブルスネコスリが可愛すぎるんだけど、じゃあ行きましょうか。よし、レッツゴー。うわ、はい、いけ、かく、うわ、ちょっと、トカヤミ、ワンデューキ。回復、危ねえ、あのダッシュつかみをねちゃんと気をつけないといけないね。よし、追い打ちで上属性付与して、危ない、そこよ、あー行って、危ない、これ危ない、ほら回復して、押し押せ押せせ、来た、追い打ち、組打ち、へい、待って、スネコスリの玉城か、これ拾いたい、拾う拾う、オッケー、やばい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 、あ死んだ、ああっ、ああっ、ああっ、あー結構強い、最悪落とされた。いやー
スネコスギちゃんがね、もういなくなっちゃったな。一人か、寂しいな。リベンジ、行きましょうか。ほい。やばいやばい。いやーちょっとさ、そのひるみからのつかみは強くない？まあ、ちょっと音量器を出すのがゴリ押しすぎたか。うわなんだこの痛み分けみたいな。なんであの人も落ちたんだろう。ふぅ、温泉に使って、もうチョコが足りない。ちょっと気になるんだけどな、この人。よし、じゃあ再戦いきましょう。移動。ほい。マガラさん片腕失ってんのか。くっ、やべ、すげえ、かく、あぶねえ。痛い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 、やばい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 、間違った。危ねえ、間に合わない。うえ、回復。ほい、元気だ、元気。ソードコンボやばいな。こう弾き飛ばしてからの追い打ちがやばいやばい。一回離れて、なんだそれ、やばい。アップね、つかみやばい。ほいほい、カウンター、音量器、オッケー。つかみやばい、音量器。いよいよ、痛い痛い痛い。この弾き飛ばしてからの追い打ち怖いんだけど。カウンター、カウンター大事。 OK、 追い打ちで上属性不要。ほい、3回回復しといて。あぶね、ほい。あー間に合わなかった、ちょっとやばいやばい。うわマジで避けれなかった。悪い子はいねえがって言ってんだけど、生ハゲ。よく聞いたら、よく聞いたら、悪い子はいねえぞ、つってる。いや、もうだからさ、うん、生ハゲの体に塗るって言ってこう落ちちゃうっていう。ふぅ、次こそ。よし、帰ってきました、やっと。そして今回、強力な助っ人を連れてきました。うすら寒い十兵衛さん。いや変態でしょ。完全に変態だよ。
やばいよこの人は。いやでもね、多分強いからきっと。この寒い中こうね、ふんどしでいるっていう屈強な精神の持ち主だから多分強い。この人を迎えてやっていきましょう。あ、強いぞ、マジで強いぞこれは。ほい、やばいやばい、なんとかまたこの屈強な十兵衛さんを連れて戻ってきました。そろそろね、決めたいね、マカラさん。よし、よし、切れ切った、そこよ。離れて、やべ、カウンター、浮いてて間に合わなかった、やばいね。お、十兵衛さんが盾になってくれてる。ほい、ガード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 、2台タク、いや最悪、大丈夫かな。 OK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 、 温泉効果でなんとか。十兵衛さんやらせない、音量機 OK、 削った、 OK、 もう一回かけ直して、かけ直して、やばいね。いや、やった。大丈夫か。オッケー、オッケー、オッケー。まだ大丈夫。タク。おお、届かない。やばいやばい。タク。危ない。よし、削って。最後の常闇かな。かけ直して、あー、十兵衛さん、くそ、これで決めないと、十兵衛さんの仇を。なんか今武器出してたな。よし、削った、十兵衛さんの仇は取らせてもらう。削りきれなかったか、いた、やばいやばい、回復、うわー、マジで早っ、髪が早い、回復、やべえ、回復がないな、もうつけて、ほい、上属性、ああ、無理無理無理、てか範囲が広い、くそ、しょうがねえ、チドンフ奥の手、音量機、やばいやばいやばい、来た、カウンター、これで決める、妖怪か、おら、これで終わりじゃ、守護霊技、オッケー、大丈夫か、本田さん。貴殿の助立ち、感謝いたす。この恩、必ずや我が部で報いよう。マガラを討ち取った今こそ、浅井朝倉を打ち破る好機。我ら徳川も体制を整え、共に参ろうぞ。
よし、つかみ技のなんかね範囲がすごい。ああ、藤吉郎、我らの大勝利だ。お前がマカラナオタカを討ち取ったおかげで形勢が一気に傾いたからな。徳川の本田忠勝殿も下を巻いておったぞ。しかし、あやかしを戦場に送り込むだけでなく、マカラナオタカの後姿や力は、アザイも霊石の力を使ったようだが、一体どうやって。えい、今は考えてもしょうがない。信長様はこのまま攻勢を緩めず、浅井長政の本拠お大城を叩くおつもりらしい。ひどじ、急ごう。お大城にはお市様がいるはずだ。ということで、今回シザン氷河やっていきました。いや、強かったね、マガラさん。いや、めっちゃ苦戦した。次回は浅井の本拠地を攻めるということで、どうなっていくのか。それではまた次回、ご視聴ありがとうございました。マスター、次の動画ホットデータ飲むよ。サイフォン式で抽出しますので、少々時間をいただきますよ。ああ、頼む。